はい、皆さんこんにちは、鉄棒でございます。ひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。週に2回しかやらないんで、いつもっていうのをちょっと抜きましたけれど、なんか日本に行ってたんでホワイトボードで話すの久しぶりでございますね。カナダに帰ってきて、この動画出す前にライブ配信で一回話してるからなんですけど、1週間ぐらい経ちましたかね。月曜日に、帰ってきて、ちょうどこの動画を出す、ほぼ1週間ぐらい前ですかね、に帰ってまいりまして、このいでたちから見て分かるように、結構まだカナダ、バンクーバーは寒いです。寒いってほど寒くないんですけど、外に出ても今日で気温、今何度だ？気温今日で17度、今外の気温は17度ということで、日向に行けば暖かい、日陰に行くとちょっと肌寒いみたいな感じで、家の中いると結構涼しい感じなんで、こんな格好してますけれど、はい、朝晩は本当7度ぐらいまで下がったりするんで、結構寒かったりいたします。はい、なんか日本にいる時はね、本当暑かったり寒かったり、なんか気温の差がものすごい激しかったんですけど、さて、今日の話は、鉄道ファンはモテないのかという話です。はい、これは別に記事の内容自体は正直あんまちゃんと読んでないですけど、メルクマールさんでなんか恋愛婚活コンサルタントの方の記事で、鉄道ファンオタクはなぜ壊滅的にモテないのか、人気恋愛コンサルタントが真面目に解説するっていう記事があって、正直、記事の内容はあんまりちゃんと読んでません。ただこの話をするのに取っかかりが欲しかったから、そういう記事があるっていうことだけで、ですが記事はほぼ参考にしておりません。ただ鉄道ファンはモテないとかっていう理由ことに関しては、ある程度同意できる部分はあります。っていうのはモテないのはモテないなりの理由があるということで、今日はちょっとそういう話をしようかなというライトなトークでございます。はい、鉄道ニュースとかそういうのは本チャンネルであるんで、こっちはもうこういうちょっとライトトークでいきたいと思うんですけれど、オタクっていうこと自体に、今でこそオタクっていう言葉は割と肯定的に捉えられるようなこともあるんですけれど、もともとオタクっていう言葉が出始めた頃って本当に古い話で恐縮、若い視聴者の方はお分かりにならないと思うんですけど、タク八郎さんっていう人がいて、でなんかオタクをなんかフィギュアとか持って、なんかこんな挑発でなんか出てきた人、テレビ出てた人いたんですけれど、まさに昔のステレオタイプのオタクっていうのがああいう感じのですよね。本当に。でだからオタクイコールあんまいいイメージ持たれてなかった。最近はなんていうんですかね、テレビに出てるなんかキラキラした感じの芸能人の人でもですね、私は実は何々オタクなんですみたいなことを言ったりするようなことがあるんで、逆にそういう人がオタクっていうことを公言すると、意外と逆にイメージ私たちと同じようなことしてるんだっていうことで、イメージアップにつながったりするんですけど、世間一般的にオタクっていうのはあんまり、今でもどうなのかな、半々ぐらいなのかな今だと、ただ今回のこの記事でもあるように、オタクでも鉄道ばかりが結構クローズアップされてる感じがします。世の中にオタクっていうのは、要は今オタクっていうのは一つの趣味を極めてるような感じの人を、オタクっていうような言い方をすると思う。別にアニメオタクとか、あとはなんでジャニーズっていうのはもう今使わないんですけど、それでも一般的にまたジャニオタとかっていう言葉があったりする、っていうのがあったり、要は何かのこうファンを極めてるような人をオタクっていうようなことを言うんで、世の中にはアニメオタクだのアイドルオタクだのいろんなオタクがいるとは思うんですけど、その中でも比較的私がその鉄道のことをやってるから鉄道のものばかりが目につくっていうところあるとは思うんですが、オタクでも鉄道ばかりがですね、割とあんまりよろしくない感じでクローズアップされてることが多いなっていう感じがいたします。で、鉄道に限らずですね、オタクって極めりゃ極めるほどこう視野がどんどん狭くなっていく、で特に鉄道も乗り鉄とか撮り鉄とかっていう、いろんなこう細分化していきますよね。でその中で、どん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 その道を極めていくとですね、だん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 
視野が狭くなっていって、世間様の一般的な知識と量は遠くの方に行っちゃうわけですよね。鉄道に関して言えば、世の中の人の大体の人はですね、新幹線の、形式すらよく分かってませんので、N700A と N700S の違いなんて当然みんな分かってません。東海道新幹線ってみんな一緒だと思ってるんで、もうそのぐらい、前もニュースにしましたけど、のぞみとこだま間違えて乗るような人が世の中にいるぐらいですから、もう世の中ってそれぐらいのレベルなんですよね。はい。なので、まあ間違えるっていうか、そういえば私もなんか何も考えずに名古屋で、普通に乗らなきゃいけないのに特別快速に乗っちゃったことがありますけれど特別快速、新快速か、新快速に乗ったのかな、でなんか、降りなきゃ駅に行けない駅を通過されたってことがありましたけど、まあまあまあ世の中的にはもっと鉄道の要は知識ってあんまりなくて、で何かの表紙に鉄道の話とかになった時に熱く語って相手ドン引きっていう声ですね。はい。私も鉄道じゃないんですけれど、まあ合気道やってるって話をしたことあるんですけれど、なんかたまたま合気道やってるんですよねみたいな感じで、そうなんですよやってるんですよって、で合気道のことをとうとうと語り出したらですね、そんなに詳しいことまで知りたくなかったのに、知りたいわけじゃなかったんですけどみたいな感じで言われて、そこまではっきり言われなかったけど要は熱く語って相手ドン引きっていうパターンですね。これよくあるパターンです。自分の好きなものだとついついですね、こうなんかこう熱弁してしまうと、でそれをだからなんかものすごい語ってなんかドン引きしてしまうというですね、そんなこと知らねえよみたいなこと、まあこれは鉄道に限らず何でもあるんですけれど、まあこれがだからこう鉄道とかこうアニメとかね、まあアニメでもそうでもないかな、まあ要は好きな、なんていうかな、世間一般的によく知られてるものと知られてるのは、もう鉄道って世間一般にあるものだけど、世間一般の人ってそんなに、なんていうか、興味の対象としてあんまり見てないんですよね。なので、そういうものを熱く語れば語るほど、相手はどんどん引いてしまうというですね、っていうことがありますよね。で、あと、鉄道ファンがモテないとかなんとかって話になるのって、鉄道はもう圧倒的に男社会、例えばアニメとかだったら要は女性のオタクだっていっぱいいるわけですよ、ね、コスプレイヤーとかも含めれば、もうアニメっていうものを、まあアニメ文化っていうものを見た場合に、まあ、男性も女性もいっぱいいるわけですよ。でも圧倒的に男だから、なんかこう徹子みたいなね、女性の鉄道好きみたいな人がいるとですね、一気にこう株が上がる。まあ最近アイドルの子でもなんかこうね、鉄道ファンをね、自称してるような子もいますけれども、女優さんとかそういう方いらっしゃいますよね。でまあ女性の YouTuber、 鉄道系 YouTuber でもね、まあ何人かいらっしゃるけれども、まあ、やっぱり女性にっていうのが圧倒的に少ないわけですよ。もうほぼほぼ真っ黒、特に私のチャンネルみたいなのってもうほぼ真っ黒系ね。この間も名古屋でね、ライブ配信やった時に集め、お越しになりたい方って来られた方が20人ぐらいお越しになられましたけど、もうほぼほぼですね、中高年男性というですね、そんな風になってしまう。でしかもですね、ほとんどのケースで、まあ、私が見る限りですけれど、この鉄道ファンをやってる人ってほぼほぼソロ活動、写真撮ってる人とかで 2,3 人で友達同士来てる子とか、なんか若い子とか見たことあるんですけど、乗り鉄とかだともうほぼほぼ男社会かつソロ活動、シングルプレイヤーですよね。で高齢になればなるほど、まあ、孤独というか、これね多分ね、別に鉄道ファンに限ったことじゃないんですけれど、女性っていつまで経っても女友達っているんですけど、男の人ってね、友達結局仕事をしてればしてるほどですね、結局交友関係が仕事を通じてみたいになるんで、仕事を辞めちゃうと友達いなくなるっていうケース多いんですよね。だから仕事辞めちゃっても、定年退職した後旦那さんがずっと家にいて、で奥さんがなんかたまには外に行けとかって言って喧嘩になったりとかっていうことがあるわけですけれど、まあ女性の場合は本当なんかずっとこうね、お友達がいて一緒に温泉旅行行ったりとかですけど、男がですね、男が多分一緒にどっかに行くとかってゴルフとかだと思うんですよね。あとまあなんか例えば草野球趣味でやってるとかっていうのは別ですけど、そうじゃない方って大体ゴルフで、まああと男の人は例えば釣りとかも結構一人で行く人多いし、だからなんていうか孤独なものが多いんですよね。でまあそうだな、乗り鉄とか見るとたまにご夫婦で
あの18切符とかを使ってご夫婦でご旅行されている方もよく見ます。でこういうふうにあの奥さんが、まあ、ある程度なんて理解を示してくれて、で、まあ、鉄道を乗りながらなんかちょっとこう温泉も入るみたいな、こう旅行要素をちょっとこう膨らませ気味にしながら、あのご主人の鉄道乗り鉄趣味も多少やるみたいな、でそこに奥さんも付き合ってくれるみたいな感じの、まあご夫婦もいらっしゃいますけれど、まあそうだな、この間の音急のシーズンの時にリゾート白神乗った時もそうでしたけど、まあほぼほぼ駅弁とかなんかおつまみ食べながらビール飲んで一人で乗ってる男性っていうのはむっちゃくちゃ多かったね。だからリゾート白神乗るとずっと窓際に、いい感じの中高年の男性がいっぱい座ってるっていう感じになる、まあそういう社会っていうのもあるので、そういうのも見てると、あの別に一人で旅行されてるからって独身の方とは限らないね、結婚されてて一人で来られてる方もいらっしゃるんですけど、まあ お一人の方も多いというようなことで、まああと最近結婚する必要がなくなってきてる、うん、結婚にそこまでのね、あの意味を見出さなくなってきてるっていうのもあるのかもしれないですけどね。であとまあこういう要は鉄道オタクのこの社会なんですけれど、まあ私これ何度も昔から言ってるんですけど、日本には何と言ってもですね、プラレールというですね、非常に優れた鉄道玩具がございます。このプラレール社会と私は呼ぶんですけど、プラレール社会によって男子鉄オタ予備軍というのがですね、常に充当されているというのが、日本の鉄道コミュニティではないかと思います。だから減らないんですよ、どん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 後から入ってくる。でそれはなぜかというと、プラレールがすごく優れてるからですよ。だってこんなおもちゃないですもん。これ何度も言ってますけれど、あのヨーロッパとかでもない、プラレールなんかないでしょ、ヨーロッパとか行ったってあんなに鉄道いっぱい走ってるのに。で北米に至ってはもう鉄道なんてほぼほぼ走ってないので、もう興味の対象にはあんまりならないから、あっても機関車トーマスとかですよ、チャギントンとか、あんないわゆるなんか電車の前に顔が書いてあるね、ああいうの、ああいうのなんで、ああいうのはもう大人になったらやらないですから、一部がそのまま残っていって HO ゲージとかに行ったりしますけれど、数は少ない。でそんなにいろんな種類の列車が走ってるわけじゃないから、興味の対象になりにくいんだと思うんですよ。かっちょいい新幹線とか走ってないしね、うん、走ってるのはなんかごついディーゼル機関車が引く貨物列車ばっかなんで、あんまりね興味の対象になりにくいんですよね。でも日本にはそういうのがあって、だからこれが巨大な鉄道コミュニティをですね、作り上げる原動力になってるわけです。まあもちろん少子化が進んでいってますから、だん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 そのですね、人口自体が減っていきますから、鉄道コミュニティの大きさっていうのも徐々に徐々に縮小傾向にはあるんでしょうけれど、あのとはいえですね、常に新しいこう鉄道好きな若い子が充当されているっていうのが日本の鉄道コミュニティではないかと思う。ただまあこれも徐々に変わっていくとは思うんですけれどね。はい。でまあ、あの子供の頃にそうやって大体男の子ってプラレールかトミカから始まるっていうケースが多いので、大体1回ぐらいみんな触ったことがある、うん、日本の男の子ならね、すごいですよね、そういう意味トミカとプラレールってね、うん、っていうのがあって、まあ、そこからずっとこうそういう幼少の頃に鉄道趣味みたいなものが刷り込まれていって、まあ、それが何年かしてまた花開いたり、そのままやめちゃったりとか、あとはまあオタクイコールあんまりかっちょよくないっていうのがあって、まあ、鉄道から離れる、私もそうだったんですけど、まあ、大学の時とかほとんど鉄道とかやってなかったですよね、まあ、そういう意味では私は本当にあの純粋な鉄道ファンじゃございません、どうもすいません、はい、っていうような感じなんで、まあそういう鉄道コミュニティがあって、その鉄道オタクがまあどんどん大人になっていくと、今度撮り鉄とか乗り鉄とか、まあ音鉄とか飲み鉄とかですね、まあ、いろんなところにこう細分化していくわけですよね。で結局そういう風になっていくから、要は鉄道ファンっていうのがオタク人口が多い、鉄道ファンっていうのは日本では、要するにこれだけ多いと世間での認知とか高い、認知されてるんです、鉄道ファンというのはある意味、うん、認知されてるからこそ撮り鉄がニュースになったりするんですよ。これ認知されてないようなマイナーな趣味だったらあんまりね、ニュースにならないですよ。ニュースバリューになるのはそれだけたくさんの人がいて、で、要するに世間的にそれ、ね、認知されてるから、良い意味か悪い意味か別にしてですよ、認知されてる、また鉄道オタクかみたいな感じので、撮り鉄がなんかやっちゃうとすぐニュースになるでしょ。でこれもニュースになるのはニュースバリューがあるからですよ。ニュースバリューがないものはニュースになりません。それだけ、まあ、ネットニュースにしてみたら PV が稼げる、うん、テレビだったら視聴率が稼げる、だからやる、だから鉄道は記事になる、
うん、要するに認知されてるからなんです。でそれからもう一つ、鉄道オタク、まあ、ちょっとこのオタクは持てないのかの話はちょっとずれてくるんですけど、あの鉄道オタクが叩かれる理由は興味の対象が公共インフラだからです。鉄道って公共インフラでしょ。公共インフラ、例えばアニメのところで、まあ、なんかこうアニメのイベントをですね、なんか暴れて、でイベントをこうなんか途中でこう中断させちゃったみたいなことが、まあ、事件として過去にあったかもしれないですけど、まあ、そういうことが仮にあったとしましょうよ。でもあっても、まあ、もちろんそれはニュースにはなるんですけど、あっても迷惑を被るのはそのアニメのファンの中だけの話、うん、でも鉄道ファンがなんかやっちゃうと電車が遅れて関係ない人までに迷惑を被る、世間一般の全員に迷惑が被るでしょ。だから他のオタクの場合、まあ、アイドルとかもそうですよ。でこういうのもそうですけど、なんかやっちゃってもあくまでその中だけの話なんですよ。そのコミュニティの中だけの話が多い。まあもちろんその場合によっちゃその外に迷惑かけることもあるかもしれないけど、でも鉄道って公共インフラだからもう直でしょ。ね、なんかの列車を例えば線路の中に侵入しちゃって、なんかありましたよね、カシオペアかなんか止めたとかっていうのもありましたよね。まあそういうのもあるし、他にもいろいろあると思うんですけど、そういうことをして電車が止まり緊急停止しましたと。でそうするとその列車の後につながってる列車はみんな遅れるわけでしょ。でなんか、うん、踏切内になんか侵入がありましたので列車が緊急停止いたしまして、前の列車が遅れておりますので、この列車も5分から10分程度の遅れが予想されますみたいなことが出てくるわけじゃないですか。でそうするとちゃんとなんだよ余計なやつ答え仕上がってみたいな思う人がいると。で後でニュースになってみたらなんかその時撮り鉄がなんかやったって、あこれ俺が乗ってた時じゃねえかって、俺が乗ってる前になんかあったってこれかみたいな、たくいらんことしやがってみたいな風のお怒りを買うというようなねことがあるわけですよ。だから公共インフラになんか公共インフラを趣味の対象としていて、だから別に撮り鉄の人でもちゃんとおとなしく決まったところでルールを守って撮ってれば何の問題もないし、で乗り鉄も別に乗り鉄の人は基本的にあんまり迷惑かけてるって話聞いたことないんですけれど、まあ基本的におとなしく乗って酒ねビール飲んでぐるおとなしくしてるから、みんな別に特にみんな孤独でソロ活動だから基本的に喋らないしね、みんなチビチビ飲みながら車窓見てるだけだから、あと写真撮ったりして、まあなんていうのかな、写真を撮るために中を行ったり来たり行ったり来たりする人とかいるんで、まあそういうのは多少迷惑になるかもしれないですけど、まあ私もねなるべく邪魔にならないところでいつも私って大体列車に乗る時って、一番後ろに行って、あんまりお 人様の邪魔にならないようなところにいるようにはしてるんですけれど、まあだから公共インフラのを対象にして何かやるからこそ何かあるとニュースになるということです。でそういうニュースがどん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 続いていくとイメージがどんどんダウンしていって、この鉄道ファンモテない指数っていうのが高まってしまうというですね、話がちゃんと着地しましたね最後というような感じになるわけでございますね、まあそうですね、オタクの中でもやっぱり鉄道って、まあ、さっきも言いましたけどやっぱり女子が少ないから、女子が少ないイコール女子と分かり合えない、少なくともこれが他のアニメの何でもいいんですけど女子も同じぐらいの割合でいるようなオタクであれば、例えば彼女がいるとするじゃないですか、まあ、付き合う彼女がいるとする、でその彼女 が直接その趣味がなくてもその彼女の友達にそういうのが好きだったりとかいる子がいると、要は自分が好きじゃなくてまあ私の友達にそれ好きな子いるよみたいなことになればなんとなく共有はできるんですよ。でも鉄道って女の人少ないから共有しづらい、そもそもとして考え方がわからない、理解し合えないから、鉄道ファンっていうのは本当にモテるのはそもそも大変だと思うよ。鉄道がだから要は公共インフラを対象にしてるっていうことと、それからそもそもの女性が少ないっていうこと、しょうがないな、これはもう男の子の結局プラレール社会っていう、私が呼んでいるプラレール社会で男子鉄道隊予備軍っていうのが生まれるから男ばっかり増えるっていう、難しいね、だんだんこれからジェンダーレスな世の中になっていくとあんま関係なくなってくるかもしれないですね、そうなってくると、だからこれから
小さいお子さんがいらっしゃるご家庭だとですね、ぜひ女の子もプラレールで遊ばせてほしいなと思います。私子供の時ね、あのうちの娘ちっちゃい時ね、あの N ゲージで一緒に遊んでてよくしてたんですけどね、でも鉄道は好きになりませんでした。特に私がこういう YouTuber を始めてからというものですね、さらにあの鉄道には今日うちの娘ね、乗り物に乗るとね、鉄道だろうがバスだろうがなんだすぐ酔うんでね、乗り物に乗りたがらないっていうのもあるんですけどね。はい、ということで、まあどうでもいい話っちゃどうでもいい話でございましたけど、今日は鉄道オタクはなぜモテないのかというようなことをですね、ちょっとつらつらと私なりに、理由を考えながらお話をさせていただきました。以上です。ご視聴どうもありがとうございました。